ドレスデン空中鉄道駅での空中鉄道車両ドレスデンサスペンション鉄道またはドレスデン空中鉄道は1901年に開業した世界で最も古い懸垂式モノレールの一つである。東鉄道はドイツ連邦共和国のザクセン州ドレスデンにありロシュビッツ地区とオーベル路室を結んでいる。延長274メートルの路線であり、 33本の客中で支えられている。東鉄道は以前にブッパータールのより広範な懸水鉄道である、ブッパータールサスペンション鉄道を設計した、オイゲンランゲンによって設計された。ドレスデンサスペンション鉄道は、工作鉄道としては、珍しい懸水式モノレールとして運行されている。2両の車両は、傾斜の最上部で、ドラムの周りを回っているケーブルで互いに、 結びつけられている。上昇車は加工車の重量によってお買い引き上げられており、必要に応じてドラムの電気駆動によって補助される。設備構成は以下の通り、第二次世界大戦では被害を受けなかったが、設備更新のために1984年から1992年まで営業休止となった。1990年と2002年にも大規模な 改修工事が行われており、現在は駅の屋根に新たな展望台がある。空中鉄道はドレスデンにある2つの工作鉄道の1つであり、他には従来からのドレスデンケーブルカーがある。両方の路線はドレスデン交通企業体によって運営されており、市内のトラム、バス及びフェリーの交通網も運営している。ありがとうございます。